マルセル・ヤコブは、スウェーデン出身のベーシスト、ミュージシャン。イングベイ・マルスムティーンズ・ライジング・ホース在籍時代に、名を広め、脱退後は自ら結成したバンド、タリスマンなどで活動した。1979年からイングベイ・マルムスティーンと、ライジング・ホースで音楽活動を開始した。1982年にホース、またパワーなどでも活動する。 再びマルムスティーンに招かれて1984年よりライジングホースに参加、翌年アルバムマーチングアウトを発表する。続くツアーにも参加するが、金銭問題により脱退する。これに対するイングベイマルムスティーンの怒りから生まれた曲がライアーである。だが、この件で彼との交友関係が完全に途絶えたわけではなく、 1996年に発売されたアルバムインスピレーションや1999年のフランクフルトミュージックフェアやストックホルムでのシークレットライブ2000年に行われたスウェーデンの短期ツアーなどにも参加している。しかしこれも金銭問題などでまた揉める結果になってしまった。2002年に彼らがスウェーデン在住時に録音したとされる未発表曲のデモ音源集。 バース・オブ・ザ・サンをリリースした。これに対してマルムスティーンは明らかな不快感を示し、同年に公式な未発表デモ音源としてザ・ジェネシスをリリースし対抗する。これによって彼らの不仲は決定的なものとなってしまった。1985年にライジング・ホース脱退した後、スウェーデンに帰国してジャズロックバンドワーサー・エクスプレスによる1986年の 再結成ツアーに参加した。同年末、ヨーロッパを脱退したジョン・ノーラムのソロアルバム、トータル・コントロールに全面参加し、ツアーも行う。しかしアルバム第2作目を制作中に、マネージメントとの間に問題が発生し、これも長くは続かなかった。しかし、ノーラムとの共同作業で生かされなかったマテリアルを、ヨラン・エド・マンナーと制作させる中で、幸運にも、 ジェフ・スコット・ソートとの再会を果たし、これがタリスマン結成となった。その後はタリスマンやヒューマン・クレイなどジェフ・スコット・ソートとの活動を主軸にラスト・オータムズ・ドリーム他様々なプロジェクトで活躍していたが2009年7月21日自殺した。まだ45歳という若さであった。追悼コメントを公式サイトに寄せたジェフ・スコット・ソートによると 数年前から健康上の問題を抱えていたとのことである。ありがとうございます。